最低限の知識だね。どうしたの？いや、やっぱ修行つけてもらうなら五条先生がいいと思ってたから嬉しくて。はい、先生。はい、ゆうじくん。交流会って何？あ？言ってなかったっけ？では、まずあちらの缶ジュースをご覧ください。お、こっちが呪力で、こっちが術式。なるほど、わからん。どこ？ねえ、ここどこ？え？まった。え？え？そいつは？宿儺の器。見学の虎杖悠仁君です。富士山、頭富士山。話せするんだ。下手な呪術よりもこういう基礎でご粒子された方が僕は怖いよ。さっきも言ったけど、肉弾戦の才能はピカイチだからね。出戻った理由なんてそんなもんです。暗いね。へえ、意外と飲み込みが早い。先生、俺10秒前まで光線にいたよね。どうなってんの？飛んだの。あ、説明する気ないな。宿儺の、いい、やるったらやる。ぐうたらしてる俺に。おつー、ボロボロの伏黒が指届ける絵面はウケるけどな。確かに。ここに打ち込んで。どうせできないから。怪我しても死んないよ。いいから、早よ早よ。こもってなかったね、呪力。なんで？花だ。綺麗。でも俺は強くなるよ。強くなきゃ死に方さえ選べねえからな。何から見る？これなんておすすめだよ。ヒロインがムカつくんだけど最後派手に死ぬの。すんげえネタバレ。領域内で発動した付与された術式は絶対当たる。絶対？絶対！てめえの死に様はもう決まってんだ。いいね、君みたいのは嫌いじゃない。これから一月映画見て僕と戦ってを繰り返す。先生と？一月後俺生きてるかな。そんなのごめんだね。自分が死ぬ時のことは分からんけど。うわあ！ユージ、おかえり。おっす、ただいま。先生、俺は大丈夫。そいつを追って。ごめん、嘘、ヘルプ。まず笑いでくるわ。確定だね。このレベルの呪霊が徒党組んでるのか。楽しくなってきたね。エラブ東京。え？リリアン、リリアンだ。おや、早速困ってる子がいますね。新入生かな。どうやらうまく呪力が練れないようですね。アドバイス。